家庭菜園ライフ。和光市で菜園をやってます下道です。今日は真夏に野菜が弱ってきた時の対策について紹介したいと思います。先日葉がしおれた時の対策をご紹介しましたけども、連日猛暑が続いて私も弱ってきました。皆さんの野菜はどうでしょうか。これまで乾燥した時には水を与えましょうということを何度かお伝えしましたけども、このように猛暑が続き乾燥が続きますと水やりをしっかりやる必要が出てきます。今日はこのような猛暑が続いた時の栽培のポイントをご紹介していきたいと思います。最後に質問にもお答えしていきますので、最後までご覧ください。では行ってみましょう。今日は東京が35度、埼玉地方が36度から7度ぐらいの猛暑が続いております。私もいよいよ暑さに耐えきれず、つい2、3日までしまっておいた空調服を取り出して初めて着ております。そのぐらい暑くてたまりません。野菜をご覧ください。葉がだいぶ暑さでしおれております。先日見た時よりもだいぶ進行しております。特にナスとピーマンはこのように影響が出てきます。キュウリをご覧ください。日中は葉っぱがしなっておりますけども、夕方になるとある程度は回復してきます。このまま高温が続きますとこのキュウリもだいぶ弱ってきます。こういう猛暑の時にやるべきことを何点か紹介していきたいと思います。それでは一つ目です。大量に水を与えていきましょう。ホースを使ったりバケツで何杯か流し込んだり実施していきます。現在猛暑が4日ほど続いております。この前バケツで通路等にジャーッと流す方法をご紹介しましたけども、もし農園にホースがあるようでしたらホースで水を流し込んでいただきたいと思います。バケツで水をやる場合にはおおよそ通路の長さが 3、4メートルであれば 4、5杯の水を流し込んでいただきたいと思います。ではやってみましょう。農園にホースがありますのでホースで水やりをやっています。畝間に置くだけで水がどんどん流れ込んでいきます。だいたい今5分間ぐらい流しております。事前に5分ほど通路に水を流し込んだ場所です。ぐちゃぐちゃの状況じゃなくてもうすでに乾燥が始まっております。ちょっと掘ってみます。まあ下の方までしっかりと浸透してますね。水分があります。このような状態だと畝にも浸透してると思います。十分水の効果が現れております。見ていただいた通り通路にジャブジャブと大量に流し込んでもちょうどいい水分量になっております。連日の猛暑の場合には通路に水を大量に流し込んでください。これを畝の中に水をやるとなると非常に大変な作業になります。畝の中が水の勢いで空洞になったりしますので、やはり畝間にこのように水をやっていただきたいと思います。バケツの方はちょっと大変ですけども頑張ってみてください。水やりで補足を紹介します。プランター栽培で水やりのことをコメントいただいておりますので少しご紹介していきたいと思います。下に貯水できるようなプランターの場合にはこの猛暑であれば 2、3日に1回は水を供給していっていただきたいと思います。貯水でない普通のプランターであれば
このような猛暑であれば毎日水やりをやった方がいいと思います。この場合に受け皿に水がたまらないようにしてみてください。水が受け皿にたまったような状態を作りますと野菜が窒息状態を起こしますので根腐れの原因にもなります。水やりは可能であれば夕方にたっぷりと与えた方がいいと思います。夕方水やりをしたことによって夜給水が進みます。その水を翌朝以降使うことになりますので夕方の水やりの方が安全だと思います。頑張ってやってみてください。続いて遮光についてご紹介します。これだけの猛暑が続きますと植えたばかりの野菜や種まきをした葉物野菜などは遮光が必要になってきます。半日陰のような状態を作ってあげることが大事です。こちらを見てください。こちらに植わっているのは地梅キュウリです。先週植え付けました。苗で植えたんですけども非常に活着の状態も良くて葉っぱもピンピンしております。要因としましてはこの藁と遮光にあります。まずこのように藁を敷いて乾燥防止または保湿を保てるように藁を敷いております。この時期の藁を敷くことにより熱風を防ぐことができます。葉物野菜等は熱風によって葉がダメージを受けて溶けてしまうことがあります。非常に有効な手段です。そこにこのような寒冷紗をかけていきます。ではやってみます。この寒冷紗は遮光率が 50% のものをとりあえずかけております。 50% でも遮光率 70% でもどちらでもいいと思いますのでぜひこのような遮光をかけて栽培をしてみてください。遮光率が高いものは育ちに影響を及びますので注意をしてみてください。また外したタイミングで野菜が弱ってしまうことがありますのであまり遮光率の高いものは控えていただきたいと思います。3つ目はもう一つの遮光のポイントです。半日陰を作っていきましょう。植えたばかりの種や苗以外にもこの高温が続きますとダメージを受けやすくなります。例えば生姜とか苗がですね、それと先ほど見ていただいたナスやピーマンもできれば半日陰を作って対策をしていただきたいと思います。作り方はいろいろあるんですけども上からかぶせるだけでも十分半日陰ができますので作ってみてください。このように支柱と寒冷紗を組み合わせて作ることができますのでやりやすい方法でやってみてください。作る場合には朝日が半日当たるように角度や向きをよく調整しながら作っていただきたいと思います。できれば西日を遮るような形で作った方がいいかと思います。ぜひやってみてください。最後です。マルチの上に藁を敷いていきましょう。ここまで温度が高くなりますと黒マルチを張って栽培している方は非常にマルチが高温になって野菜に障害を受けますのでマルチの上に干し草もしくは稲わら等を敷いて保護してやってみてください。この方法はわら等がある人はやってください。もしなければそのままの状態でも栽培が可能でありますのでぜひやってみてください。では藁を敷いていきます。このように野菜の挟むような形で藁を敷いていくと非常に地温が安定して高温にならなくていいです。また保湿を保つのにも効果があります。藁がない方はござなども利用してやってみてください。できればやった方がいいのでやってみてください。
では質問コーナーに行きます。こちらの枝豆の鞘が大きくならないという動画にコメントをいただきました。高畝の場合でも畝間に水をやる方法でいいのでしょうかという質問です。低い畝でも高い畝でも畝の中に浸透する効果を期待しておりますので畝間の水やりで大丈夫です。乾燥していると下から畝の上の方に吸水されますので高畝でやっても大丈夫です。ただ通常の畝間にやる量よりも少し多めにやった方がいいかもしれません。頑張ってみてください。今日は真夏の野菜の管理についてご紹介してきました。皆さんも熱中症にかからないように頑張ってみてください。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。バイバーイ。頑張ってねー。